自民党総裁選が幕を挙げた。過去最高の9人が、推薦人20人を集め、立候補したが、小泉慎次郎氏の優勢報道が目立つ。では、実際に、小泉慎次郎内閣が生まれた場合、どんな夫人になるのだろうか。経済史プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が、分析する。国民が政治家に求める特性に3つの重要な、 ポイント次の日本の総理大臣を選ぶ自民党の総裁選が始まった私は政治家に対して国民が求める特性に3つの重要なポイントがあると考えているまず1つ目は実務能力だこれは首相が仕事をしっかりとこなせるか問題を解決できる力を持っているかどうかである 例えば大きな災害が起こった時に迅速に対応し人々を安全に守るための指導力や判断力が求められるリーダーが国民の信頼を得るためにはこの実務能力が欠かせない二つ目は公約の達成だ選挙の際リーダーは国民にさまざまな約束をする例えば日本維新の会は選挙公約で減税で物価高騰に対応し 景気回復をなどと主張し増税なしで改革実現をすると言い切っているのに国民民主が提出したガソリン減税に反対し今度は大阪で宿泊税を増税するのだというこうした有権者をバカにする態度をとる政党に未来はないだろう政治家たちはただ口先だけでなく実際に結果を出すことが求められている 政治家はずるをしないこの当たり前が軽視される日本そして3つ目がずるをしないことだずるをしないというのは汚職をしない嘘をつかない国民に対して誠実であるという意味だ特に政治家は国民の信頼を大切にし自分の利益のために不正を行ってはいけない例えば裏金を受け取ったり法律を無視したりするような行為は政治家として 絶対に避けるるべきであるしかし政治家が永田町という政治の中心で長く仕事をするようになるともしくは永田町にどっぷり使ったジャーナリストやコメンテーターはどうしても鶴をしないことが軽視させてしまう傾向がある政治の世界では時に裏での取引や不透明な方法で物事を進めることが行われることがあるこれに慣れてしまうと リーダーダ自身がズルをしてても、大しししたこことととではないと感じてしまうことがある。しかし国民にとってはこの「ズルをしない」ことが非常に重要なポイントだリーダーがどれだけ仕事ができても嘘をついたり汚職をしたりすると国民はそのリーダーを信頼しなくなる裏金問題にめちゃくちゃ起こった日本人具体的な例として自民党の裏金問題がある この問題では政治家たちが自分たちの利益のために裏金を受け取り不正を行っていたことが明らかになった。この不正行為に対して国民は非常に強い怒りを感じた。なぜなら政治家たちが国民の信頼を裏切り自分たちの利益を優先していたからだ。この事件を通じて国民がいかにズルをしないことを重視しているかがわかる。 2021年に行われたイギリスの調査「優れた政治家と政治的信頼」によればリーダーに求められる3つのポイントについて有権者ジャーナリストそして国会議員がどのように重要視しているかが調べられたこの3つのポイントさっきの私の挙げたポイントと似ている部分もあるが別のものだは能力誠実さ約束を守ること信頼性 一般市民の考え方に通じているこ,とであるこの調査で分かったことはまず一つ目に有権者は信頼性つまりリーダーが一般の人々の気持ちや考えに共感できるかどうかを重視しているということだリーダーが国民の生活や悩みを理解し同じ立場で考えることが求められているのだ裏金などはこの信頼性を最も潰してしまうだろう 政治家は多少の悪いことをしてもバレなければ問題ないと思っている節。二つ目に政治家や政治エリートたちは誠実さつまり約束を守ることを重視している彼らにとって正直であることや言ったことを実際に行動に移すことが大切だとされている三つ目にジャーナリストは能力つまり仕事をうまくこなす力を重視しているこれは リーダーが難しい問題に直面した時にしっかりと対処できるかどうかが重要だということだ。しかし実際にはどんな人物が首相や閣僚になってもどうしてこの人がと疑問を持たれることがある。それは政治家が能力をあまり重視していないためだ。また国民との信頼関係も後回しにされることが多い。政治家は 多少の悪いことをしてもバレなければ問題ないと思っている節があるし、仮にばれても大したことではないと考えていることが多いのだ例えば、総裁選で裏金問題があまり大きな議題になっていないことを見ると、政治家たちは、よし、問題にはならないと安心しているのかもしれない裏金のような不正があっても、政治家自身はそれほど心配していないということだろう。 以下はネット上のの意見をまとめたものです。この記事を書いている民株という会社は投資や経済に関する情報を報道する会社だが大株主はアメリカのハゲタカを母体とする会社が多い新次郎はアメリカハゲタカの手先の竹中平蔵がバックなのでこの記事は単なるポジショントークでしかないので無視すればよい。 竹中平蔵と日本の富をアメリカに供給する政策を実行してくれる新次郎は危険極まりないという認識は引き続き皆が持つべきと思うよ勝手な推論で世間を誘導しないでほしい NHK では1位石破2位高市3位小泉と報道していた小泉元環境省の推薦に回った菅元総理は岸田総理などからは 天敵のように嫌われている決選投票になっても旧岸田派や麻生派からの議員票は見込めないだろうおそらくだが石破元幹事長か高市大臣が次期総裁になる可能性大である戦後最年少の52歳で総理になった子安倍氏も総理就任した内閣官房長官時代補佐としての能力は高かったがこの時は経験不足で 第一次は1年だった。その安倍氏よりも9歳若く明らかに52歳児の安倍氏よりも経験を積んでいない秦次郎氏に何ができる昔の中国で漢を起こした劉邦は教養も経験もない武来漢だったが人望はとても高くて優秀な者を出事を問わず重要視秦を置いただから秦を打倒し皇吾にも勝てた 三国氏の劉備も同じで、本人の能力は高くないが周囲が助けてくれるタイプのリーダーと言える。慎次郎氏がなるのであれば、このタイプのリーダー。少なくとも、父親のような、剛腕なリーダーには、現時点で向いていない。ほぼ書く、などというタイトルの記事が、この総裁選でよく見かける。国民を欺く記事をまた書いているなとしか思えない。 操り人形となる小泉を押し上げたい勢力があまりに多い。自民が正しい選択をすることを切に願いたい。例えば、年金支給開始80歳プランは財務省の案そのもの、年金財政検証で所得代替率も基準を満たしているのを確認したばかりなのに、解雇規制緩和や年収の壁撤廃も財務省などがブレーンとなり、 スクリプトと想定質疑応答を進次郎に読み上げさせているだけ国家間やポリシーのない軽い見こしに自分たちのやりたい政策増税路線を詰め込んでいる自民党存続のために国民の民意を無視して総裁選に没頭している議員にはへきしてしまう円高にぎ物価高騰で苦しんでいる国民をよそめに権力争いにしか見えない今の自民党に期待も 希望ももでできないのは事実でもある。小泉進次郎の開国規制法を検討しているようだが淳一郎が派遣労働を推進させて雇用の安定を台無しで未婚者を増加させさらには少子化を招き日本を衰退させてしまったやはり世襲議員って政治を担う能力のない小泉議員は総裁選に立候補すべきではない